いよいよ菊絵巻の始まりです。より抜かれましたサラブレッド三歳馬が栄光の菊を目指します。さあ飛び出した17頭、まずまず揃って飛び出しました。果たして先頭に行くのは、ダッティエラが先手を取りました。そしてその後ろからリビアングレス、バクソートマニカ、もう一頭サゴーナ、シーズンリッチ、その外ダノントルネード、15番ファントムシーフ、そのうちに11番サトノグランツ、その後ろでやりましょうか、ライトインロンドン、そしてもう一頭9番ノッキングポイント、17番ドゥレッザ、内を通ってトップナイフ、そして外からは10番マイネルラウレア、ウィンオーディン、そしてその外にアーツコンケルト、湘南バシットが、その後ろ後方から行きます、ソウルオリエンス、この多頭数をさばけるか。もう一度先頭から順番に参りますと、これが先頭リビアングラスでやります、ばらけたレース展開でやります。外を通って8番サゴーナ、バクソートマニカ、7番ダスティエーラ、下がって4番手、そのうちからはダノントルネード、それからもう一頭3番シーズンリッチ、外を通りましてファントムシーフ、第1コーナー右にカーブを取って第2コーナー内を通りましてサトノグランツ、その外からは13番ライトインロンドン、9番プリゲノ馬体、ノッキングポイント、ドゥレッザ、そのうちトップナイフ、それからもう一頭マイネルラウレア、そしてその後ろから2番ウィンオーディン、その外に12番アーツコンケルト、湘南バシット、ソウルオリエンスはしんがりから行っております。もう一度前の方でありますが、リビアングレスが先頭です。外から1頭サゴーナ、そして内からはバクソートマニカ、ダスティエーラ、内から1頭ダノントルネード、そして6番手にシーズンビッチでやります、その外にファントムシーフ、そしてそのうちに11番サトノグランツ、それから足毛の馬体、ライトインロンドンであります、ノッキングポイントがそのうちにいます。その後ろ3馬身くらいあって17番ドゥレッザ、さあ一塊になりまして、第4コーナーをカーブ、ソウルオリエンス直線の伸び足はどうか、先頭池添とサボーナ、懸命に手を動かして横山とソウルオリエンス、ソウルオリエンスも追い込んできた、頑張る頑張る、サボーナ、ソウルオリエンスがかわした、先頭横山とソウルオリエンス、先頭横山とソウルオリエンス、アーツコンチェルトが2番手、ソウルオリエンス1着菊花賞、勝ったのは14番ソウルオリエンスだ。1着14番、2着12番、3着11番以上のように確定しました。さあ菊花薫、この時期に毎年展開される菊絵巻、 3000m の長丁場は騎手の腕の見せ所です。菊花賞17頭スタートを切りました。17番ドゥレッザ、ダッシュがつきません、後ろに置かれました。控える馬、行く馬、思惑通りに果たしていくのか。花を切ったのはリビアングレス、サゴーナ、ほとんど馬体が合っています。そしてその後ろからバクソートマニカ、それからダノントルネード、そのうちからはシーズンリッチ、それから7番ダスティエーラ、15番ファントムシーフ、サトノグランツがそのうちにいます。9番クリゲの馬体、ノッキングポイントでやります、トップナイフ、ライトインロンドンがその後ろ、それから足毛の馬体、マイネルラウレアでやります。これと一緒にドゥレッザ、ウィンオーディン、それからもう一頭アーツコンケルト、これが一番人気のソウルオリエンス、横山騎手、この手応えはどうか。縦長になろうとしています。その外に16番湘南バシット、もう一度前から整理してみましょうか。6番リビアングレスがレースを引っ張るようになりました。外を通って8番サゴーナ、ちょっと離されましてバクソートマニカ、そして4番手に4番ダノントルネードでやります。外を通りまして7番ダスティエーラ、内を通りましてシーズンリッチ、人も馬も一息つく第2コーナーです。ファントムシーフ、そしてそのうちに11番サトノグランツ、その後ろでやりましょうか。9番ノッキングポイント、そのうちに1番トップナイフ、そしてその外に13番ライトインロンドン、それから足毛の馬体、マイネルラウレアであります。そしてもう一頭ドゥレッザ、それからウィンオーディン、そしてその後ろからアーツコンケルト、これが一番人気の14番ソウルオリエンス。これからゆっくりと坂を下る。その外からは湘南バシット、流れるようにレースが展開されています。
順位が入れ替わっておりまして、先頭はサボーナであります。この辺りちょっと離れている5番バクスオテマニカ、6番リビアングレス、下がって3番手、そして外からはタスティエーラ。さあ京都競馬場は大歓声であります。ソウルオリエンス直線の伸び足はどうか。さあこのまま逃げ切ってしまうのか。ハーツコンチェルトが差を詰めてきた。怖い馬が来た。12番ハーツコンチェルトだ。かわすかかわすか。ハーツコンチェルトが先頭に立った。ソウルオリエンス届くのかどうか。ドゥレッツァ懸命に追う。外からソウルオリエンス、ハーツコンチェルト1着菊花賞。勝ったのは12番ハーツコンチェルトだ。2着14番3着17番、以上のように確定しました。いよいよ菊絵巻の始まりです。より抜かれましたサラブレッド3歳馬が栄光の菊を目指します。菊花賞17頭スタートを切りました。まずまずのスタートといったところであります。果たして先頭に行くのは8番サボーナが先頭に立ちました。リビアングレス、3番シーズンリッチ、外を通りまして5番バクスオテマニカ、そして5番手に7番タスティエーラ、その外からはファントムシーフ、ダノントルネード、それからもう1頭ノッキングポイント、その外にサトノグランツ、それからライトインロンドン、そしてその外にウレッザ、それから1番トップナイフ、そしてその後ろから10番マイネルラウレア、12番アーツコンケルト、そして外からは湘南バシット、ウィンオーディンがその後ろ後方から行きます。ソウルオリエンス、この多頭数をさばけるか。もう一度先頭から順番に参りますと、サボーナが先頭です。これを追って6番リビアングラスであります。そしてその後ろから3番シーズンリッチ、それからもう1頭バクスオテマニカ、7番タスティエーラ、外から1頭15番ファントムシーフ。第1コーナー右にカーブを取って第2コーナー、それから4番ダノントルネード、その外9番ノッキングポイント、その後ろでやりましょうか。11番サトノグランツ、さあ向こう流しに入りました。それから足毛の馬体ライトインロンドンであります。その後ろでやりましょうか。17番ウレッザ、1番トップナイフ、それから足毛の馬体マイネルラウレアであります。外を通って12番アーツコンケルト、それからもう1頭16番湘南バシット、ウィンオーディンがそのうちにいます。しんがりからソウルオリエンスであります。第3コーナー坂の下り、流れるようにレースが進んでおります。先頭を行くサボーナ、2馬身リード、これを追って6番リビアングラスであります。3番シーズンリッチ、これと一緒にバクスオテマニカ、そして5番手にタスティエーラ、ファントムシーフがその後ろ、その外にサトノグランツ。さあ京都競馬場のスタンドから大歓声が上がります。青い帽子タスティエーラが先頭、ソウルオリエンスが差を詰めてきた。怖い馬が来た。1番トップナイフだ。トップナイフものすごい足で突っ込んでくる。これは阪神レースになりました。さあこの辺りでかわしたかわした。トップナイフが差を詰めてきた。内トップナイフかわすか。トップナイフかソウルオリエンスか。首の上げ下げ。さあこの1着が際どいぞ。勢いがありますね。1着14番、2着1番、3着12番、以上のように確定しました。いよいよ菊絵巻の始まりです。より抜かれましたサラブレッド3歳馬が栄光の菊を目指します。さあ飛び出した17頭、ちょっと出遅れたんでしょうか。5番バクスオテマニカ、ダッシュがつきません。さあ何が行くのか。リビアングレスが先手を取りました。ちょっと離されましてダノントルネード、8番サボーナが上がってまいりました。その後ろ3馬身くらいあって7番タスティエーラ、そのうちシーズンリッチ、外を通りまして15番ファントムシーフ、サトノグランツ、その後ろでやりましょうか。9番ノッキングポイント、5番バクスオテマニカ、1番トップナイフ、外から1頭ライトインロンドン、17番ドゥレッザ、内を通ってスルスルとマイネルラウレアが上がっていきました。そしてその後ろからハーツコンケルト、内を通りまして2番ウィンオーディン、1番人気の14番ソウルオリエンス、4
横山騎手どの辺りで動くんでしょうか。一番後ろに湘南バシットであります。もう一度先頭から順番に参りますと、6番ビビアングレスがわずかに先頭、もう一頭8番サブオーナー、ちょっと離れて4番ダノントルネードであります。第1コーナー右にカーブを取って第2コーナー外を通って7番タスティエーラ、それからもう一頭ファントムシーフ、シーズンリッチがかわしていきました。9番クリゲの馬体ノッキングポイント、それからもう一頭サトノグランツ、バクソートマニカ、それからトップナイフ、そして外からは13番ライトインロンドン、マイネルラウレアがそのうちにいます。そしてその外にドゥレッツァ、差が開いて12番ハーツコンケルト、京都は坂があります。抑えて上り、そして抑えて下らねばなりません。そのうちからは2番ウィンオーディン、14番ソウルオリエンス、オレンジの帽子が馬込みで入れています。その外に湘南バシット、5馬身くらいの差をつけて8番サブオーナが先頭です。この辺りちょっと離れている4番ダノントルネード、その外からはタスティエーラ、そして4番手に15番ファントムシーフであります。さあ最終コーナーを回ってぐーんと広がったソウルオリエンス、手応えはどうか。先頭池添とサボーナ、抜けた抜けた、7番ナスティエーラ、怖い馬が来た、12番ハーツコンチェルトだ、外をついてハーツコンチェルトが来ている。これはハンシーレースになりました。さあこの辺りでかわしたかわした、内を通ってロッキングポイント、ハーツコンチェルト1着菊花賞、勝ったのは12番ハーツコンチェルトだ。7番、2着、9番、3着、14番以上のように確定しました。いよいよ菊絵巻の始まりです。より抜かれましたサラブレッド3歳馬が栄光の菊を目指します。いよいよ本番、気合を入れてまずまずのスタートかと思います。さあ何が行くのか。先手を取って8番サブオーナ、内を通って5番バクソートマニカ、それからリビアングレス、そのうちからはシーズンリッチ、それからもう一頭4番ダノントルネード、タスティエーラ、外から行こうというところ、そしてその後ろから15番ファントムシーフ、内を通りましてサトノグランツ、9番ノッキングポイント、13番ライトインロンドン、その外からは17番ドゥレッツァ、トップナイフ、その後ろでやりましょうか。10番マイネルラウレア、ちょっと離されまして12番ハーツコンケルト、そのうち2番ウィンオーディン、湘南バシットがその後ろ後方から行きます。ソウルオリエンス、この多頭数をさばけるか。もう一度先頭から行きますと、これが先頭8番サブオーナ、差が開いてバクソートマニカ、外から1頭6番ビビアングレス、そして4番手に7番タスティエーラ、内から1頭4番ダノントルネード、シーズンリッチが並んでいます。ファントムシーフ、そのうちにサトノグランツ、9番クリゲの馬体ノッキングポイントであります。人も馬も一息つく第2コーナーです。外を通りましてライトインロンドン、ドゥレッツァ、トップナイフがそのうちにいます。それから足毛の馬体マイネルラウレアであります。それから離されまして12番ハーツコンケルト、そして内からは2番ウィンオーディン、その外湘南バシット、ソウルオリエンス、しんがりからレースをしています。前でありますが前、8番サブオーナが先頭です。この辺りちょっと離れている5番バクソートマニカ、そして外からは6番ビビアングレス、それからもう1頭タスティエーラ、そしてそのうちに4番ダノントルネード、シーズンリッチが並んでいっています。ファントムシーフ、そのうちサトノグランツ、その後ろでやりましょうか。9番ノッキングポイント、そしてその外に1番トップナイフ。さあ京都競馬場のスタンドから大歓声が上がります。先頭サボーナ、もう完全に足が止まった。ソウルオリエンスが追い込んできている。怖い馬が来た。14番ソウルオリエンスだ。サトノグランツ先頭に立った。外からグレッツァ、懸命に追うグレッツァ、これはハンシーレースになりました。外から一頭グレッツァ、グレッツァが捉えるか、内か外か、ほとんど同時。1着11番、2着17番、3着1番、
以上のように確定しました。